皆さんこんにちは。コロナキャットボール安城店の松岡美穂子です。先日は動画の方たくさん見ていただきましてありがとうございます。多くのコメントをいただきました。その中で気になったコメントがありましたので一つご紹介をさせていただきたいと思います。これからの時期どんどん暑くなります。体質的に汗かきさんもいます。そんなお悩みの方に今回は汗かきさん用の、アイテムをご紹介させていただきたいと思います。投げる時に汗取りパウダー、こちらパフボールと言います。こちらを使用するのも一つだと思います。ボールの中にパウダーが入ってます。これでポンポンポンとするような形にしていただいて汗取りの効果を得ていただくことも一つだと思います。ハンドコンディショナーというものもございます。こちらの方は中に粉の袋が入っております。こちらを開けていただいて親指だけを少し塗っていただいて投球をしていただくのに有効だと思います。パウダーでは物足りないという方もいらっしゃいます。親指にテープを貼りたいんだけど汗をかいてしまって取れてしまうんだよっていうお悩みの方もいらっしゃいます。そんな方にはこちらです。テープ、下地剤、ノリスタ、そして昔からあるスキンパッチです。こちらをどのように使えるかと言いますとハケになってるんですね。ですのでハケでテープを貼るところに、はい、全面にしっかり塗っていただきます。これ一番重要、しっかり乾かしてください。ノリッタも同様です。しっかり乾かすことが大切です。乾いたところを見計らってテープを貼りたいと思いますがテープもいろいろあります。こちら丸くなっていますね。はい、自分で好きなサイズにカットして使っていただくテープ類です。そしてすでにカットしてあるテープもあります。このようにもう丸く先端がカットしてあるようなテープも販売しております。ご自分の好みに合わせてご購入をしていただければと思います。貼るとき、こちらね、丸い方から取ってしまいますとテープののり、ね、汚れてしまいます。ですのでこの四角い部分、後ろの部分から少し折り曲げてめくっていただくと汚れがつきにくいと思います。こちらも爪の先から親指も伸ばしてもらってテープを貼り付けます。じゃん、はい、このようにテープを貼っていただきます。これ重要なんですね。親指の汗がかきにくくなります。何も貼ってないと親指曲げる伸ばすのこの時親指のシワができますよね。このシワに汗が溜まってしまったり汚れがついてしまったり、そして人間のシワ動きますよね。これがボールに引っかかる原因になります。そのような原因が起きやすいのでテープを貼っていただいて汗止め効果、親指が一定に抜ける効果を体験してみてもらいたいと思います。もうノリッタもジャイアントスキンパッチも試してみたんだけどこれでも剥がれてしまうんだよっていう方が中にはいらっしゃると思います。一度スポーツショップに覗いてみてください。粘着テープのスプレーが販売されております。粘着スプレータイプは大変強力になっておりますのでそちらの方十分気をつけながら親指のところだけスプレーをしてください。それもしっかり乾かしていただいてそれからテープを貼ってみると剥がれにくくなります。一度ぜひ試してみてください。次は私乾燥するんだよね、滑りやすいんだよねという方は老人バッグ、そしてノンスリップパウダーというものが販売しております。こちらは、滑り止めになっておりますのでぜひ一度考えてみてください。老人バッグはかなり引っかかりが出やすくなっておりますので使う場合は少し入れていただいて少し
し粉がつく程度で大丈夫です。本当に少しの量をおすすめします。皆さんにお願いがあります。このパウダー、他の方は使わない可能性があります。テーブルの上やボーラーズベンチ付近に置いてしまいますと粉が出てきます。マナーといたしまして、ポーチの中に入れていただいて粉が吹き出さないように。またパフボールに関しましてはタオルの上に置いていただきますと他の仲間が粉で迷惑しなくなりますので、ぜひエチケットとして守っていただければと思います。はい、今回は皆さんのお悩みの中から、抜粋いたしまして、動画の方を作成させていただきました。皆さんのコメントを、読ませていただいて、新しい題材も作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。コロナキャットボールチャンネル、よかったら登録もお願いいたします。またコロナキャットボールでは Facebook も行っております。各店のお得な情報、そしてプロチャレンジマッチ、たくさん企画して皆さんに配信をしております。ぜひ Facebook の方もいいねをお願いしたいと思います。それではまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ごきげんよう。